気がついたみたいね。怪我はないわよね。一応マグの生体スキャン機能で異常がないのは確認したけれど。まさかこんなことになるなんて。アイナは私たちよりも重傷で、少し前にセントラルシティから来たアークスが治療のためメディカルセンターに運んでいったわ。あの巨大なドールズの攻撃を受けて、私たちはしばらく気を失っていたみたい。ドールズたちはいなくなってたわ。でもエアリオタウンはもう、先ほどまでセントラルシティのアークスたちが捜索をしていたけれど、今のところ生存者は見つかってないわ。いつまでもここにいるわけにもいかないわね。私たちもセントラルシティに向かいましょう。
あそこに見えるのがセントラルシティよ。行きましょう。あなたは？私はラン、このセントラルシティ所属のオペレーターです。シティのリーダーであるクロフォードがあなた方と話がしたいと。クロフォード。そのままゲートをくぐって目の前に見えるタワーへと進んでください。わかったわ、行きましょう。二人ともよく来てくれた。僕がセントラルリーダーのクロフォードだ。私はマノン君だね。君のことも連絡を受けているよ。そのなんというか大変な目に遭ってしまったね。君たちだけでも無事でいてくれて本当によかった。
それでアイナは？今はメディカルセンターで治療中だ。安心してくれ、命に別状はない。搬送されてちょうど半日か。そろそろ回復してもいい頃合いだね。アイナ、大丈夫なの？平気平気。無理はしないように。ありがとう、クロフォード。それから二人も。私たちは何も。心配して来てくれたんでしょ？嬉しいよ。それで、お父さんは？お父さんでも叶わなかったあのドールズ、一体何なの？詳しくは調査中だが、ダークファルスと呼ばれるドールズと同種の存在と推定される。ダークファルスは100年ほど前、ハルファ全土に壊滅的な破壊をもたらした災厄だ。当時の首都を一瞬で壊滅させたと言われている。もしも君たちが遭遇したドールズが本当にダークファルスなのだとしたら、僕たちに猶予はあまりない。一刻も早く迎撃体制を整えなくてはならない。そこで何？ダークファルスの唯一の目撃者である君たちに、アークスとして僕らの戦いに加わってほしいと思っている。あれだけ大変な目に遭った直後に酷な話だとは思うが、力を貸してくれると嬉しい。私は戦えるよ。あのダークファルスと戦いたい。あんなことが二度と起きないように。アイナ、二人は？本当に？君はまだこの世界のことをよく知らないだろう。もう少し時間を置いてからでも構わないが。私は分かったわ。私も協力する。そうか、ありがとう。それで私たちは何をすればいいの？まずはダークファルスの迎撃準備を手伝ってもらいたい。そしてダークファルスが現れた時には一緒に戦う。とはいえ今すぐにとは言わない。ラン、部屋の用意は？3人分確保してあります。君たち3人をセントラルシティの住人として迎え入れる。おのおの自分のマグを確認してみてくれ。アークスとしてライセンス登録されているはずだよ。そのマグがそれぞれの部屋の鍵になるようにしておいた。疲れた時はいつでも自由に休んでいいよ。話の続きは日を置いてからにしようか。部屋の位置情報も君たちのマグに送っておいたから、今日はゆっくりと休んでほしい。ここからすぐのところだね。行ってみよう。アイナ。ん？何？大丈夫？大丈夫だよ。
ごめんなさい。私、人の感情の機微に疎くて。ううん、そんなことない。ありがとうマノン。君もこれからよろしくね。マノンも。あのドールズ、ダークファルス、私たち三人の力で絶対に倒そうね。いいか。おう、来たな。今日も気合い入れていこうぜ。
ておきよ。
とっておきよ。 Trial start。 じゃあね。 じゃあね。
死んじゃってね。サクッと死んじゃってね。Success!